真夏のオールスター戦第1試合、ブラジルの新エースビクトー・ベイホーとカウソン・グレイシー仕込みの充実に加え、プロボクサー級のグローブテクニックで UFC 大会を制圧した超新星。驚くべきことにその実力は未だ発展途上。この男こそブラジルの新エースである。超新星を迎え撃つは日本の切り込み隊長松井大二郎。日本が誇る精鋭軍団高田道場の燃える男。どんな相手であろうとも決してひるまぬプロレス魂から炎のグラップラーの異名を取る。強敵ビクトーを相手にその魂を見せられるか。切り込み隊長出陣。松井大二郎 VS ビクトー・ベイホート。183cm 93kg ビクトー・ベイホー。ブラジル格闘技界の新エース、アフター・ザ・グレイシービクトー・ベイホート。赤コーナー177cm 90kg勝利を。高田道場の切り込み隊長松井大二郎です。西武ドームプライド10、いよいよその幕が上がりました。プライド10ルールを説明します。試合は10分2ラウンド、決着がつかない場合は5分間の延長戦が用意されております。ジャッジ、ジャッジ。さあ、まもなくその最初の試合、今ゴングが鳴り響きました。プライド10西武ドーム、ブラジル格闘技界の新エースビクトー・ベイホートがまずは相対します。まあ、第1試合にふさわしいなんかカードですね、このオールスター戦の。本当にあの、前座の試合がないといいますか、誰が出てきてもメインカード、まあ、あの前回の、ね、メインを本当にビクトーが務めたぐらいですから、それが第1試合に来るというので、はい、今日の豪華さというのはすごい感じますよね。そうですね、はい。そのビクトー・ベイホートと対するのが松井大二郎。まあ、松井はここまで6戦プライドに参加しているんですが、谷川さん、はい、勝利が1勝だけ、しかもプライド7、対戦相手のボブ・シュライバーが暴走して反則勝ちで転がり込んできた1勝だけ。そうですね、ただあの本当にあの松井選手はですね、庄司選手と戦ったり、菊田選手とかも本当に日本のトップの、あの組み技の選手と戦って引き分けてますから、はい、そういう意味で自力がすごくある選手なんですよね。そうですね、だからもう桜間選手曰くも本当に経験積んで、あとはあの勝利が必要だと、はい、まあ、ちょっと熱くなりすぎるところがあるんで、まあ、見てるとちょっと冷静なんですけども、まあ、入り込みすぎちゃうと、なんかちょっとセコンドの声が聞かなくなっちゃうとかですね、その辺は気をつけた方がいいですけどね。立ち上がりは松井はこう見ている感じですか。まだファーストコンタクトはありません。そうですね、まあ、だけどビクトも落ち着いてますね。松井の相手がビクトーベウフォート。まあ、あの谷川さん、ブラジルではどうしてもグレイシーの名ばかりがこうクローズアップされるんですが、はい、このビクトーベウフォートという選手が完璧ならば、ある選手の言葉を借りますと、もうグレイシーどころの騒ぎじゃないぐらいの強さだと、そんな言葉もあるんですが、グレイシーの技術というのはですね、前回のホイス戦もそうなんですけども、はい、あのグレイシーの伝統的な技術というのが非常にもう世界に比例渡って、さあファーストコンタクトタックル切った、来ましたね、いきなりバック取ったビクトーベンフォート、早かったタックル、ね、そしてそれを切ったビクトーベンフォート。ここはビクトーベンフォートのが一番岩手が、松井大二郎ファーストコンタクト、ちょっと松井選手がじれて先に行っちゃいましたね、でビクトーはそれあの冷静に見てましたね、逃しませんでしたね。この辺のですね、細かいパンチで、はい、松井選手が流血しないといいんですけどね。松井大二郎はあのどうしてもこう流血絡みの試合が多いというか、はい、それでドクターストップで前回のボブチャンチン戦は試合が止められてしまいました。そうですね、非常に不完全燃焼の試合が多いここまでの松井大二郎。まあ、その後のアメリカでですね、はい、あのケージファイトやってるんですけど、それもちょっとやっぱりかなり出血しちゃってですね、はい、松井選手どうしても流血する試合が多いんですが、はい、それが今日どうなるかってことですね。まあ、あの相手のビクトーベッフォーとか自分よりも格上というのはもう100も承知だと、はい、ただこの試合申し渡された時に松井選手は2つ返事で OK したそうですね。そうですね、絶対に結果が欲しいと語っていた松井大二郎、しかし今日の相手はブラジル格闘技界の新エースビクトーベッフォーと、さあマウントはどうだ、
ここはディフェンスを取ります。松井大二郎、松井選手もともと柔道出身で、国際武道大学で柔道をやってましたから、はい、組み合わせをベースにした選手なんですけども、そういう意味ではそのグレイシーと、今回初対決というかですね、充実初対決なんで、その辺の松井選手 の、 実力もちょっと見てみたいですね。それから畑間さん、この西武ドームの今日は暑さですよね。本当ですね。熱気とあと選手の熱気がすごい伝わってくるし、松井選手も入場の時からもすごい先っていうか、本当に伝わってきますね。まだ試合開始からほとんど時間が経ってない、まだそんなに経ってないんですが、両選手の背中にはもう玉のような汗が光り始めています。もちろん西武ドーム、屋根はありますが屋外ですから冷房はありません。そしてそのリング上を照らし出す無数のライト、これでおそらくリング上は想像を絶する暑さだと思います。その暑さとも両選手は戦わなければなりません。さあ上から攻めようとするビクトーベンフォート、ビクトーはやっぱり本当にうまくよく見てタックルを切ってですね、バックに回って、で松井選手が今ガードポジションの対戦に入りましたけども、うまいことやっぱり空間作ってパンチ入れてますよね。はい、柔術の選手なんですが、こうパンチが非常に谷川さん、ね、大きな武器と聞いてるんです、はいはい、ボクシングもやってましてですね、ボクシングでも本当にオリンピック候補になったような選手ですから、だから前回 の、 あの桜庭選手に負けた印象が非常に強いんですけど、そうですね、桜庭選手の場合ボクシングで拳痛めちゃったんですよね、はい、99年の4月のプライド5の試合ですが、はい、桜庭和志と、これがビクトーベイフォート自身初のプライドだったんですが、はい、その試合は判定で桜庭に敗れていますビクトーベイフォート。しかし試合開始4分過ぎに左腕を骨折しました、はい、その激痛を隠して隠して判定までなんとか逃げた、そういう対戦だったことが後から分かったわけなんです。そうですね、そういう意味ではですね、本当に桜庭選手の出世試合でもあれはありましたから ね、 そうですね、桜庭選手が強い強いと言いながらですね、ビクトーとどこまでやるかというのが一つのポイントだったので、ビクトーに勝ったことでやっぱり本当にグレイシーがすごく近くなりましたよね。しかしビクトーベイフォーとあの桜庭戦の後1年間バーディートゥールができない状態になりまして、はい、もうとにかく桜庭と今すぐでも試合をしたい、そう語るほど桜庭へのリベンジ非常に燃えていますビクトーベイフォーと。その意味ではですね、同じ高田道場の松井選手と戦って勝つというのは非常にあるでしょうね、近くなるんじゃないですか。今日はセコンドには桜庭の姿はありませんが、この松井大二郎がその桜庭と同じ高田道場の所属ということはビクトーベイフォーとは把握しています。松井大二郎じゃ物足りない、出てこい桜庭、パンチのフック、今のパンチ来ましたね、グラウンドからの左のフック、あのパンチが怖いです。こういうパンチでちょっと顔が腫れてくるわけですかね。さあ松井、これはガードを取る、厳しい、松井が苦しい、ビクトーベイフォートはチャンスを掴んでいます。松井の背後に桜庭の姿を見据えながら戦っているビクトーベイフォート、パンチはうまいですね、ちょっとポジション悪いですね。さあ松井はこれは逃げる一方だ、松井が逃げる一方、ビクトーが容赦ないですよ、まだ試合時間は残っています。第1ラウンド効いてますね、かなりビクトーベイフォートのあの必殺のパンチが松井大二郎容赦なく、かなり出血がどうやら松井大二郎はあるようです。松井大二郎また苦しい戦いになりました。さすがビクトーベイフォート、第一試合必ずこういう展開になっちゃうんですね、あるいはグレイシーをも凌駕するかもしれないと言われているその実力が早くもどうやら発揮され始めているようです。あれだけの話が出ると完全に息ができない状態になっちゃってるんで、苦しい、松井は苦しいです。ビクトーベイフォートは第1ラウンド仕留める一気のチャンスを迎えています。ブラジルでオリンピック出場も目指すほどボクシングテクニック、はいはい、パンチテクニックには非常に長けている選手と聞いてるんですが、で今なんか本当によく見て隙間を狙って打ってましたよね。もうこれは柔術の選手というか、こうなんていうか、こうストライカーと言いますかね、ストライカーでもあるし本当にグラップラーでもあるので、左のストレート打ち下ろしていった、これなんかもですね、ビクトー選手よく見て打ってるんですよね。だからマウントになった場合、こういいポジションになった場合ですね、左右のフックを容赦なく打ち下ろしていきますビクトーベイフォート。むちゃくちゃ打つ人が多いんですが、ビクトーはこれ狙ってますよ、いいところ。こう見えてこう割確実にこうピンポイントで払ってる連打なんでしょうね、はいはいはい、そうですね。さあ残りあと3分となりました、10分2ラウンドの第1ラウンドです。ちょっと松井はこの状態から首の方から膝を合わせていきますが、ちょっとまだ時間ありますね、何分ダメージが大きい。ビクトーベイフォートは残り3分で仕留めるか、もうちょっと松井選手に密着するか、ちょっとなんか一回立ちたいところですね、さあ逃げるか逃げるか、しかし逃がさない、バックを取っていますビクトーベイフォート、非常に落ち着いています。グレイシーの後にこのビクトーベンフォートありき、そう言われているブラジル格闘界の新エースビクトーベンフォート、松井大二郎決して逃がしません。もうかなりリング上両選手は汗で普段より もう数倍滑るはずなんですが、それでもビクトーベンフォートはこの松井大二郎を逃がしません。
まあ、本当にあのビクトはですね、あのグレイシー重視の中でもカオソン・グレイシー派っていう、はい、まあ、あのエリオさんの、兄弟の長男にあたる息子さんがやられてる、はい、あの重視なんですけど、まあ、本家本流っていうのはどっちかというとカオソンと言われてるんですが、こっちのそのビクトが受け継ぐカオソンの方、はいはい、その中の本当にまあ一番弟子というか、養子にまでならないかっていう話が出たほどの実力者なんで、そうなんですよね、はい、まだ23歳、まだまだ伸びる潜在能力を秘めています。若い頃はすごいですよね。ここはバックを捕まえて、これ谷川さん、松井とすればもうこのラウンドはしのぐしかないという感じですか。そうですね、一回立ちたかったですけどね、目もかなり腫れてますね、右目も。畑野さん、松井はこう厳しい試合となっておりますが、本当ですね、ちょっともう苦しそうなのが辛いですね。さあ残り1分を切っています。どうしてもこういう試合になっちゃいますよね、はい、両者の背中、相当の汗が光っています。その中、松井大二郎はこの第1ラウンドは防戦一方、ビクトー・ベウフォートが勝利のチャンスを依然掴んだまま試合を進めています。まあ、この状態で何とかちょっと時間稼いで耐えてほしいですね。あの松井は対戦経験のある桜庭から長期戦になればビクトー・ベウフォート突破口があるのではないか、そんなことをアドバイスされたそうですが、まあ、ちょっとあのスタミナの面では松井選手があるとは僕も思いますね。ここまですでに9分を戦い抜いておりますが、しかしここまでのペースは圧倒的にビクトーベイフォート、かなり顔が腫れてますね、鼻血がまだ止まってないですね。松井は苦しい、はい、第1ラウンド終了のその鐘を一つインターバルにして2ラウンド以降突破口を見つけることに松井大二郎の頭は動いているかもしれません。ビクトーベイフォートはどうでしょう、少し肩で息をし始めました。やはり普段よりもスタミナの消耗は激しいでしょう。この灼熱の西武ドーム、背中から上腕にかける筋肉すごいですね。すごいですね、なんか氷かなんか見てるような、もうおよそ人間のそれと思えないような人間の筋肉じゃないみたいな感じがしますね。さあ第1ラウンド時計が進んでいきます。松井は逃げるか、ビクトーベウフォートは残り時間で仕留められるか。第1ラウンド残り時間がなくなっていきます。ビクトー選手は本当松井選手を決して弱い相手じゃないというちゃんと評価しましたしね、そういう意味では徹底的にしますね。さあここで第1ラウンド終了のゴンが鳴りました。灼熱の西武ドームプライド10、10分間を戦い抜きました。しかし松井は苦しい第1ラウンド。第1ラウンドを戦った松井大二郎はこの表情です。ちょっと心配ですね、ドクターちょっとチェックして、今ドクターが松井の表情をチェックしておりますが、もう松井はの前回のボブチャンジー戦で大出血した時も止めないでくれ止めないでくれ、止めないでくれの一点張り で、 そ、 うです、ね、その気力だけは本当に充実しています。その第1ラウンドの攻防をご覧いただきましょう。ハイライトシーン、これはですね、まずですね、ポジション取りで全てビクトが勝ったところですね。最初のファーストアタックの瞬間にこの第1ラウンドの勝負が決まっちゃいましたよね、はい、それから松井選手はいいところ取れなかったんで、最初は両選手絡み合うことなく睨み合いが続いていました。そして最初に仕掛けたのは松井大二郎でした。その松井大二郎のタックルをビクトー・ベンフォートが切りました。その後は一方的なグラウンドパンチ、ビクトー・ベンフォートのペース、ディフェンスを固めることだけに終始してしまった松井大二郎の第1ラウンド。ビクトー・ベンフォートはおそらく勝利の手応えをすでに掴んでいるでしょう。あとはビクトー・ベンフォートは KO で勝利を決めるか、松井大二郎はあとは逆転を誓うしかありません。これは谷川さん、はい、2ラウンドもどうですか、ファーストコンタクトが1つの山場となりそうですか。ファーストコンタクトでどう松井がポジション取れるかですよね、まあ、さっきのような展開になった時に、はい、また同じような展開になっちゃう可能性が高いですね。前回のボブチャンチン戦も大出血だった松井大二郎、4針目の上を縫ったそうです。しかし松井はもっとやってやりますよ、フランケンシュタインと言われてもやりますよ、そう語っていました松井大二郎。森さん、はい、松井大二郎の出血の様子なんですが、鼻からの出血です。ただ鼻の骨折はないということで、 まだ試合は続けると、まあ、このまま出血が多いようだと止めることもありますとドクターは言っていました。わかりました、佐野アナウンサーからのリポートでした。苦しい幕開けとなりました松井大二郎。一方のブラジル格闘技界の新エースビクトー・ベンフォートはこれ以上ないスタートを切っています。さあ第2ラウンド、さあこれ最初松井選手頑張ってほしいですね。この2ラウンドも谷川さん、はい、ファーストコンタクト注目、そうですね、まあ、この最初前がちょっと遠いですよね。遠い、それは松井にとって遠いところですか、まあ、
ビクトーは完全に待ってますね。ビクトーは待っている、前話して待ってますよね。で最初いきなりちょっとタックルに行ったんですけど届かなかったですよね、はい、さあ第1ラウンドも最初の松井が仕掛けたタックルが第1ラウンドの明暗を分けています。この2ラウンドはどちらから仕掛けるか、まあ、ビクトーが完全に待ってますね。あの松井はこう行かなければもう勝利はない、ただ不要に飛び込んでしまってはビクトーの餌食になる、はい、そういった谷川さんジレンマもあるように感じますね。まあ打撃で攻めてくるのか、それともまたさっきのようにタックルに行くのか、はい、まあ、ちょっとあまりにも待ってるんで、あのタックルというのはかなりきついと思うんですけどね。このあたりの受け身の姿勢というのはやはりその谷川さん柔術の柔術らしさという部分が あるような気もするんですが、だから逆に言うとあの前回のアイブル戦は、はい、ビクトーの方はですね、相手が打撃の選手だっていきなりタックルに行って潰しました。あ、そうですね、はい、とにかくそういう風に相手の、弱いところを、逆に言うと自分の、武器にしていいポジションを取ろうというのが、まあ、ビクトーの戦法ですよね、はい、まだ2ラウンド両者接触はありません。この状態この距離が変わりません。ビクトーは待ち構えています。松井は入るタイミングを伺っています。松井選手のビクトーに対するビクトーが松井選手に対する評価というのはやっぱり組み技の強い選手だと、そしたらまあ逆に言うといいポジションを取った方が勝ちだろうと、はい、だからあえて待ってるんですよね。もちろんビクトーはあのその後ろに桜庭を見てるんでしょうか、はい、コメントでは決してこう松井を軽んじてはないですね。そうですね、まあ、非常に強い選手だからということで評価してますから、はい、さあまだ接触がない、あるいは接触できないんでしょうか。ビクトーベンフォートが精神的にも気持ちの上でもどうやら松井を上回り始めているようです。ビクトーが全然攻める気ないんですよね。攻める気がない、まあ、じわじわまあプレッシャーかけてますけども、プレッシャーかけて来い来いっていう感じなんですよね、はい、さあ最初のタックルがこの試合の今後の明暗を分けそうです。非常に頭使って戦っていると思うんですが、それに対して松井選手がどう対処するかということですね。さあ、あまりにもコンタクトがないのでレフリーからあまりアグレッシブではないということで一旦軽く口頭による注意が与えられました。ちょっとビクトーが前に出てきましたが距離詰めましたね。あ、そうですか。松井選手もありますね。あ、確かに松井がちょっと手押されする格好になりつつあるんでしょうか。しかしまだちょっと今回ってるんですよ。打撃では勝負したくない感じですね、松井選手は。あ、なるほど、そうなるとやっぱりいいポジションを取る方が、松井選手にとってはいいポジションを取ることが次のあれですね、戦略でしょうね。そうですね。ビクトーベンフォートの方から仕掛けようという気配は谷川さん感じられますか。まだ感じられないですね。まだない、はい、プレッシャーかけてますけどね、ちょっと中心が先ほどは後ろ足にありましたが、はい、さあビクトーからもいった。今度はビクトーベンフォートから仕掛けました。松井が捕まる形になりました。あ、リングサイド師匠の高田信彦はどういった気持ちでこの松井のここまでの展開を見つめているんでしょうか。今のはですね、はい、松井選手がギリギリまで待ったんですよ、でビクトーに打撃を出させるところをタックルしようと思ったんですよね、松井選手が、でビクトーが打撃するふりをして松井選手がタックルに行ったところをタックル返したんですよね、はい、だからちょっとやっぱり一枚上手でしたね、今の攻防見ても。打撃というそのカードをフェイントにビクトーが使ったと使ったんですね。で松井選手は打撃来るなと思ってタックル入ろうと思ったと思うんですよ、はい、しかしタックルに行ったのはビクトーベイフォートだった。タックルに行ったんですよね。そしてこのまま有利なポジションをビクトーベイフォートが奪っています、はい、第1ラウンドもこのポジションのまま松井は攻め込まれる一方でした。さあビクトーベイフォートがこの2ラウンドもチャンスをつかみ始めています。松井選手としては何とかしていいポジションを取りたいですよね、しかしこのビクトーベイフォートのその動きのキレというのはやはりこれはグレイシーと肩を並べると言われるだけあるんだというね、そんな感じがしますね。同じブラジリアン事実ですからね、はい、さああとはビクトーベイフォートが KO で仕留めるか、それとも松井が逆転なるか。まあ、今回のですね、はい、プライド10はですねブラジルにもペーパービューされるそうなんですけども、そういう意味ではこのビクトーベイフォートというのはこのプライドの中のブラジルの選手の本当になんていうのいわゆる玉というかですね、そうですね、このビクトーベイフォートを中心にブラジルでもプライドを広めていく、はい、可能性が非常に期待されている選手ですよね。まあ、まさにこうアフターザグレイシー、グレイシーの後に出てくるブラジルの新星はこのビクトーベイフォートしかない、そうまで言われている選手です。さあ2ラウンドも残すところあと5分です。ビクトーベイフォートにとっては十分な時間でしょう。しかし松井にとってはあと5分しかありません。あと5分でこれまでの劣勢を覆すことができるんでしょうか。松井大二郎、やっぱポジションが悪いですね。ポジションが悪いですね、ビクトーは本当に落ち着いてますから、はい、
なんとかいいポジション取りたいですね。松井大二郎はとにかく今日こそ本当の勝利を、とにかく結果が欲しいんです。一つ勝利をつかめば全ての周りのものが開けてくると思うんです。そう感じますね。そう話していた松井大二郎なんですが、厳しい戦いとなっています。ここは膠着状態、ドントムーブがかかりました。この状態から再び試合再開です。まあ、ロープに近いとああいう体勢で中央に戻すということですね。はい、今日こそ真の一勝を誓う松井大二郎。ビクトーベフォートは松井の後ろに同じ宝道場、かつて敗れた桜庭和志の姿を見ています。ビクトーの場合はですね、第1ラウンドに非常にあのポイントを取ったという確信がありますから、はい、第2ラウンドはこれじっくり攻めてますね。1ラウンドよりもアグレッシブではありません。はい、じっくりと攻めるという感じですね。逆に言えば谷川さん、そのあたり松井一つ突破口となりませんか。はい、だからいいポジションなんとか取りたいところですよね。はい、この状態は松井にとっては圧倒的に不利な状態です。これはポジショニングとしては松井、あっと左のストレート、こういうところ容赦ないですよね。出てきますからね。ビクトーベイフォート天から振り下ろすブラジルのストレート、松井大二郎の顔面を襲っています。なんか鼻っ柱を引っ掛けるように打ったんで、今またちょっと鼻血が出てくるんじゃないですかね。まあ、本来ならばブラジルの代表としてシドニーオリンピックにもボクシング代表として出場してもおかしくない実力を秘めていたビクトーベイフォートなんですが、はい、あのオリンピック予選の前に膝を故障しまして、それは涙を飲みました。その代わりに視点を合わせてきたのがこのプライドの舞台です、ビクトーベイフォート。本当にヘンゾ・グレイシーなんかもメインでですね、そうなんですけども、はい、まさにブラジルアンジュースをやってた人たちがこれだけ世界中にあのバーリトゥーズも広まりましてですね、はい、この何でもあるの競技方法の中でトラディショナルなジュースの技じゃ通用しなくなってきた部分が非常に多 い, なんか多いんですよね。あ、また膠着状態になりました。ドントムーブがかかりました。その意味じゃビクトーとかヘンゾみたいなボクシングをやる選手、っていうのがもう充実やってる選手の中に本当どんどん増えるんですよね。充実のあのディフェンステクニックに攻撃力も加わってくると。そうですね、あの打撃を加えるところですね。残り時間3分、残り時間3分、残り時間あと3分です。松井選手いいポジション取れないですね。残り180秒は苦しいか。さあ松井が、おっとこれはダメだ、ダメだ、まだポジションは変わりません。まあ、これ少しではあるんですが、お互いに動いているんで、はい、まあ、あのスタンドはかからないですね。そしてこの両選手の汗がありますから、こうビクトーが仕掛けようと思った隙に体が滑るということもありますからね。はい、苦しい松井大二郎、あとちょっと鼻血が出てきましたね。あとまた強烈なストレート打ち下ろしてきます、ビクトーベイフォート。松井大二郎は師匠の高田信彦にこう言われたそうです。いい試合はしているが勝てないというファイターなら誰でもぶつかる壁にぶつかっている。でもお前の魂は俺には届いている、道場を上げてバックアップしてやる、だから今日は勝ってこい、そう言われた松井大二郎。しかしビクトーベフォート、やはりその壁は高いのか。そうですね、苦しい状況が続いています。ビクトーベフォートはあと2分余り逃げ切ればこの試合ほぼ間違いなく勝利を手中に収めることでしょう。残り時間で松井の反撃なるか。ブラジル格闘技界の新エースビクトーベイフォート、その強さを余すところなくこの西武ドームで発揮しています。どうしてもやっぱり、この体勢が変わらないですね。ビクトーベイフォートももう谷川さんどうですか、無理には来ないという感じですか。そうですね、まあ、時間も読んでる。さあサイドに行った、サイドに行った、しかしビクトーベイフォートが最後に勝負に来た、KO に来ています。ドントムーブかかりました。今サイドに動いた瞬間だったんですが、でも今はいいポジションですよ、ビクトーは。ドントムーブがかかって、はい、サイドポジション、これまでのポジションとはちょっと違う形になって こ,、まあ、この状態からリスタート。今傑作固めの体勢みたいな感じになってますので、サイドはもう横四方固めになってますから、このままビクトーは固めることができますね。ビクトーはこれ関節技も狙えますし、打撃もいけるし、非常に有利なポジションですね。さあ松井大二郎はなおも追い込まれた格好となりました。しかしここはディフェンス、ガードポジションを取りますが、ガードを固めているだけではもうこの試合勝利はありません。松井大二郎頑張ってちょっとね、一回立ってほしいですね。残り時間2分を切ります。やっぱりですね、その最初の第2ラウンドもそうですけど、立った瞬間に、向き合った瞬間にですね、松井選手がやっぱりちょっと作戦を決めすぎましたよね。作戦を決めすぎた、桜庭選手だとですね、はい、との差っていうか、桜庭選手はですね、相手が組み合わせたら打撃するとかですね、自分で臨機応変に戦いを変えて、はい、相手 を自分の肩にはめちゃうんですけども、そういう意味で松井選手ちょっと狙ってたなっていう感じがありますよね。苦しい状況が続いています。さあ時間がなくなっていきます。
なんとか頑張ってほしいですけどね。すでに残り1分を切っています。残り時間はどうやらビクトーベンフォートのビクトリーロードとなりそうだ。さあ苦しい松井大二郎、ビクトーベンフォートは一気に仕留めるか。残り時間 KO で勝利を決めるか。時計が進んでいきます。苦しいですね。ラストラウンド試合終了のゴングが間もなく打ち鳴らされます。ビクトーも本当ちょっとねスタミナがかなりロスすると思うんですけどね。ここで試合終了です。20分を戦い抜きました。おそらく勝利のコールはビクトーベンフォートということになるでしょう。松井大二郎にとっては非常に苦しい試合となりました。あ、今師匠高田信彦がエプロンサイドに上がりました。やはりビクトーベンフォート、その力は強いものがありました。アフターザグレイシー、グレイシーの後に続くブラジル格闘技界のエースと言われています。超新星とも謳われているこのビクトーベンフォート、谷川さん全くこう隙がないと言いますか、結局この手の試合は、はい、いかに自分が有利で相手が不利なポジションを取るかっていう一つの勝負ですから、そういう意味で1ラウンドも2ラウンドもビクトー選手がいいポジションを取って松井選手がいいところが出なかったですね。あ、右目がだいぶ腫れ上がっています。松井大二郎、佐野アナウンサーから骨折はないようだというリポートが入りましたが、肉体的なダメージよりもおそらくこの試合何もできなかった精神的なダメージの方が松井にとっては大きいかもしれません。さあこれから判定が言い渡されますが、おそらくビクトーベンフォート勝利のコールということになるでしょう。灼熱の西武ドーム、その第一試合まもなく判定です。判定の結果をお伝えします。判定の結果、勝者ビクトーベンフォート。やはり勝利のコールはビクトーベンフォート。前回ギルバータイム戦についてこれでプライド2連勝、松井大二郎、宝道場の松井大二郎を見事下しました。勝者ビクトーベンフォート。まあ本当に内容ではビクトー選手の圧勝でしたね。今宝道場松井の師匠高田信彦と握手を交わしました。さあしかし谷川さん、はい、これでビクトーベンフォートは松井大二郎の後ろに影が見える桜庭和志へのリベンジ戦に向けて一つ道が開けました。そうですね、やっぱり本当実力っていうのを持った実力はすごいですね。今戦い抜いた20分戦い抜いた